入国管理局による無期限長期収容政策によって、2006年ぐらいから、もう14人ぐらいの方が亡くなっています。これは入国管理センター内部で、死亡者が出ています。で先日、牛久の茨城県にある入国管理センターでの実施事件、仮放免の却下によってショックを受けた方が実施されたということで、日本社会にも大きな、衝撃が広がっています。国連拷問禁止委員会によれば、長期収容、無期限長期収容は人権侵害であり拷問の一種であるということが、再三にわたって国連の方からも、また国際的な NGO からも勧告されています。このままこの政策を続けることによってさらなる犠牲者が出ないという保証はどこにもないというよりも、同じことをしているわけだから全く同じ結果が出てしまうということは避けられないのではないでしょうか。それは中にいる入国管理局の仮放免等を決定している方も十分自覚されていることだと思います。これまで日本の一般社会、日本の市民はこういったことについてあまり考えずに来たかもしれないけれども、収容者の数も年々増えています。収容のキャパシティ的に言っても、今この建物の中に600人近い方が収容されている。しかもその人たちは無期限であり、いつ出てくることができるのかは分からない。日本の社会の人はそれは何らかの法令違反で犯罪を犯したからだと思うかもしれませんが、実際には法令違反になるということが分かっていて、それを防ぐために難民申請等をした人が難民申請却下された上でやむを得ず母国に帰ることもできず、このような形で入れられてしまっているというケースが多々あり、その人々が中で同じ人間なのに自由を奪われて、いつ出てこれるかも分からずに入っています。食事もまずいとか、医療アクセスも非常に悪い、多くの方が収容されている間に健康を崩されていて、精神的肉体的にも極めて追い詰められた状態で、半年、1年、2年、3年と長期収容されている状況が続いています。これは先ほども言いましたけれども、国連によって勧告されている人権侵害であり、1981年に日本が加盟した難民条約に対する違反が続いていると言わざるを得ません。今日フリーウシクというツイッターのハッシュタグで集まった人たちが、一部の方が面会をしました。で面会をして聞いたところ、例えば母国に帰るとすぐに政治弾圧を受けることが分かっている向こうの市民が命からがら日本に逃げてきて、それなのにここに収容されてしまっていると。でいつ出てこれるのかも全くわからない。人によっては、例えば他の入国管理センターに長期収容されて2年間牛久にいました、その後また解放されて1年ほど外にいたけれども、また仮、放免中にそもそも飯は食えない、仕事ができない、外国人を日本にいっぱい入れているのに外国人の人とが働くことを許さない、それでまたこの中に放り込んで無期限でずっと放り込んだままにしている。これは人間の精神を追い詰める拷問の一種であるということ、さっき申し上げた通りです。このままの状態が続くことに非常に強い疑問を持っている人が今ここに集まっています。これは特定の政党や特定の団体によるものではなくて、ハッシュタグで集まったほぼお互いに顔もわからない、名前もわからないような人たちが今ここに集まっています。海外のメディアも今回の牛久収容所ですね、牛久の入国管理センター、東日本入国管理センターにおける自殺の事件について非常に注目をしているところです。このままこの政策を続ける、全権収容政策を続けるということは制度的にも持たないし、そして人権侵害であり、次の事件を防ぐことがおそらくできません。日本人も日本の社会の市民も非常にこの問題を憂慮している人が多い状況です。入国管理センターの中の職員の皆さん、今
日本の社会の人がここに集まって、この無期限長期収容政策の限界、人権侵害、難民条約の違反、国連人権規約の違反について非常に憂慮しています。同じ人間として人間を600人もここに無期限に収容していることが正しいとは到底思えない。長期収容などされている方というのは、おそらくアジア人やアフリカ人に限定されるんじゃないかなと思うんです。アメリカ人とかフランス人とかが入国管理局に長々と収容されているという話を私は聞いたことがないんです。おそらくアジア系アフリカ系、この人たちだけが収容されてるんじゃないでしょうか。日本政府の公共のホームページにヘイトスピーチそのものがたくさん載っているということがつい先日話題になってます。ネットで大騒ぎになってます。日本全体が差別主義の国ですか。実際差別主義の国なんですね。とても残念ですけど、こういう状態、安倍政権下ではよりひどく出ているように思います。でもこういう状態は安倍政権以前からなんですね。この日本の排外主義の姿勢、国連から何度も何度も勧告されているんです。いい加減に直していかなければならないと思います。ぜひ皆さん、私たちも頑張りますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。失礼します。あ、じゃあ全体もちょっとこっちへ行きますか。この間、自分は牛久に行ってきました。で、友達も牛久に行ってきて、聞こえてるよ、聞こえるよ。で、とても嫌な建物だなっていう印象があったんですけど、中にいる人たちは、1年9ヶ月とか2年半とか3年近く入れられている人たちが多いんですね。で、中にいる人たちもメンタルもやられるし、体も壊すし、例えば喘息だったり、膝に水が溜まっちゃう人だったりとか、いろいろいて、もうそれで仮放免が大体3ヶ月ぐらい出るんですよ。その3ヶ月中仕事もできないんですよ。なんとなくのお金しかもらえなくて、その中でじゃあ仕事できれば家族を養えたりとか、自分がそれで長期就業がもし終わって、難民申請が終わって、もしこの国で受け入れられてもらえるってなった場合を考えて、例えば起業するとかそういうこともできるのに何もできないんですよ。仕事したらそれで一発アウトなんですね。で、ここにいなさいよっていう家があるんですけど、みんなメンタルとか体やられてるから病院にも行くんですよ。で、病院に行ってる時に入管の職員たちがその場所に行って、お前ここにいなかっただろって言って捕まえるんですよ。そんなことあるかよこの野郎、聞こえてるよ。牛久でもこういうふうに声が聞こえました。ありがとうっていう声が聞こえて、なんて返したらいいんだろうねって思ったけど、ありがとうって肉声で返すのが精一杯でした。俺たちも動きますから、私たちも動きますから、今度はこっちが頑張る番なんで、体気をつけてください。こっちも頑張ります。
人権守れ、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 命を守れ、命を守れ、命を守れ。